ありふれた日常の輝き、父の命が教えてくれた、日常の輝きを歌に乗せて520人が亡くなった日航ジャンボ機墜落事故は12日で30年、事故で犠牲になった坂本九さん、当時43歳の長女で歌手の大島花子さんは、日々を生きる大切さを歌で伝え続けている、二度と過ごせない父との日常は、何でもない瞬間にこそきらめきがあったからだ。昨年末に発表した初アルバムでは父のカバー曲を収録し、父の曲に30年間の思いを重ねて歌った。11歳の夏、今も忘れられない光景がある。事故前日のことだった。セミの鳴き声と高校野球の中継が聞こえる中、父と庭掃除をした。父は、お、見ろ見ろ、暑いけど汗がポタポタしだれてくるのが面白いよね、と。笑顔、いつも子供を楽しませようとする父らしい言葉だった。ありふれた日常の一コマだが、どんな瞬間でも、それが輝きを放つことがある。父の命から教えてもらった。それを伝えるのが歌を歌い続ける理由だ。歌手デビューから10年以上が経ち、初めて制作したアルバムには、父が作詞作曲を手掛けた、親父を収録した。事故前年のコンサートで、みんなが知っている、キューちゃんスマイルを見せず、真剣な顔で歌う父の姿を見て、子供ながらに涙が止まらなかった。いかめしかった父との日々を息子が家の前で懐かしむ内容、自分は娘ながらも、歌うことで歌詞の中の父を思う息子、すなわち坂本さん本人に感情移入できる、不思議な歌、という、もう、直接は対話できないけど、歌いながら父と会話をしている気がする。現在も心の傷は癒えておらず、御巣鷹の尾根に行くのは怖い。8月12日も特別な日ではなく、いつか日常として、普通に過ぎていくようになることを望む。ただ、それでも父に伝えたい。自分は今、歌を歌えて幸せです。